お元気ですか？ペルシアンと申します。今晩の夕飯はですね、ラーメンを作りました。ね、最近ね、仕事でね、寒いね、ところで作業してたからね、ちょっと体がね、凍えちゃいましてね、あったかいものが食べたいなと思ってね、ラーメンを作りました。で、あるものでね、ラーメンを作りました。で、これがね、鶏のね、背肉でございます。普段はね、もも肉を使うんですけどね、今回は背肉を使いました。で、野菜はね、もやしとね、人参を使いました。本当はね、コーンとかね、メンマも使いたかった、欲しいんですけどね、なかったんでね、冷蔵庫にあるね、材料だけでね、ラーメン作りました。で、味付けはね、久しぶりにね、ウェーパーを使いました。の、塩ラーメンでございます。で、お酒はですね、ちょっと並々と注いでますけどね、焼酎のね、コーラ割りでございます。それでね、これ食べてね、一晩をね、過ごしたいなと思っております。で、皆様ね、お仕事お疲れ様でした。明日は日曜日です。私はね、仕事はお休みですけどね、仕事なさってる方もいらっしゃると思いますのでね、お怪我やね、今のね、ご時世のね、病原菌やね、他の病気にも負けないでお仕事頑張ってください。またね、今日のお昼にね、ライブもやりました。ライブに来ていただいた皆様、本当にありがとうございました。ね、今週はですね、来週はですね、水曜日とね、土曜日やりますのでね、水曜日はね、お仕事をね、お休みになりましたのでね、それをね、稼ぎたいなと思いましたので、めったにやりませんけどね、水曜日もライブをやります。もしね、お暇な方いらっしゃいましたら、遊びに来てください。よろしくお願いします。以上でございます。大変短い動画ですが、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。